関温度区分図。被災地の林避詰め群、高城群、側走市は北部、広陵市、東海市は南東部に位置する。2019年関温度山林火災は2019年4月4日、大韓民国関温度で同時多発的に発生した大規模山林火災。2019年4月4日、関温度各地で相次いで山火事が発生。 強風に煽られて燃え広がり、大規模な火災に発展した。同日午後2時50分頃、関温度北部の臨氷詰群南面、間里で山火事が発生し、さらに、同日午後7時17分、日本海寄りの高城群土城面元岩大里のガソリンスタンド付近で、電柱からアーク火花が飛び散り出火。山火事は、即走市方面へ延焼した。 関門ンンド南東部の高料市では、同日午後11時46分頃玉家面南洋二里にある滝木ボイラーから出火し、山火事は南の東海市持ち、小道まで延焼した。焼失面積は530ヘクタールに及んだ。特に、高木、側創地区では、死者二人、負傷者10人余りの被害が出たほか、住宅518棟が炎上し、 被災者は1072人に上った。ムンジェイン大統領は全国の利用可能なすべての資源を動員して総力対応するよう指示し、翌5日に大規模災害時に発令する国家災難事態を宣言した。全国から消防車を集めて消火に取り組むとともに軍も投入した。具体的には消防士2589人と消防車820台。 ヘリコプター45台、軍の将兵16,500人、消防公務員、三輪長沈下隊員、医療消防士、警察官など約1万人を投入し、翌日には沈下に成功した。5日夕方までには大部分が鎮火したが、行政当局は、翌6日も引き続き警戒に当たった、ムンジェイン大統領やリラクフチ首相が、先頭に立った、こうした政府の積極的な対応が、 被災者や国民から評価されたことにより、4月9日から11日に行われた世論調査では、文大統領の支持率が前週に比べて6ポイントの大幅な上昇を記録した。消防当局は住民の証言をもとに、滝木ボイラーが火元と推定している。ありがとうございます。